ジャックと悪魔。嘘つきでずる賢いジャックとはお前のことか。嘘つきでずる賢いか。随分な言われようだが、確かに俺がジャックだよ。そうか、それなら話が早い。俺に一体何の用だ。ああ、お前の魂をいただきに来た。なんだって？だから、お前の魂を今ここで奪うと言ってるんだよ。魂を奪うだって？お前は悪魔か？いかにも。ちょっと待って、どうして俺の魂を。嘘つきでずる賢いお前は多くの人の恨みを買いすぎた。そんなバカな。心配するな、ほんの一瞬のことだ。いやいや、俺はまだ死ぬ気はない。そうは言っても無駄なこと、これはもう決まったことだ。そんな今更後悔しても遅い。嘘つきでずる賢いジャックよ。それなら最後に一つ俺の願いを聞いてくれるか。最後に一つか。まあいいだろう、行ってみよう。あの木になっているリンゴが食べたい。あの木に登れと？そのくらいの慈悲をかけてくれてもいいだろう。いいだろう、しばし待て。まあありがたい。何をしてる。こうして十字架を木に掘ってしまえば、あんたは身動き一つ取れなくなる。なあ、そうだろ悪魔様。俺騙したのか。俺は嘘つきでずる賢い男だからな。約束してもらおう、俺の魂を奪ったりしないと金輪際二度と。仕方がない、約束しよう。私はお前の魂を取らない、金輪際二度と。未来永劫な。ありがとうよ悪魔様、感謝するぜ。お前はジャックか。ずいぶんと久しぶりだな、こんなところで出会うとは。あの時の悪魔か。いかにも。お前がここにいるということは現世での命は。ああ、寿命が尽きたらしい。してなぜこのような場所にいる。現世での俺は決していい人間じゃなかったからな、天国には入れないらしい。まあ自業自得だ。仕方ないから、地獄へでも行こうかと思ってね。そうか、それは残念だな。残念？ああ、お前は地獄へも入れない。どういうことだ。約束したろ、お前の魂は二度と取らないと。だからお前を地獄に連れて行くことはできない。じゃあ俺はどこへ行けばいいんだ。そうな、どこへも行けずさまよい続けるんじゃないか。さまよい続ける、いつまで。いつまでもさ、永遠に。ああそうだ、お前にこの明かりをやろう。果てない旅の唯一の友にな。朗読は岩切弘明と山口辰巳でした。それでは皆様、良い夢を。おやすみなさい。